今日の晩ご飯の時間です。これは何ですか？絶品チャプチェ。これは何ですか？紫大根のサラダ。これは何ですか？冷たいやつ。これ何ですか？卵スープ。これ何ですか？どうも、まさやのひとりごとチャンネルにようこそということで、今回はですね、いよいよトーンマスタープリンストンリバーブ、購入しましたということで、まあ散々ですね、こうデジタルがいいのか真空管がいいのかみたいなね、この僕の考えをいろいろ話す、飲みながら話す動画を公開してまいりましたが、やっと購入しましたということで、今日はね、レビューというかもうその僕のあの感じ、ファーストインプレッションを楽しんでもらうようなあの動画にしたいと思います。あの詳細なレビューは硬い詳細なレビューはまたね追って上げていきますので、よいしょ。今日はこれ危ないですね。今日は僕のファーストインプレッションの感じを見て、それでこのあのトーマスさんのプリンストンリバーブが、どんなものなのかを推測してもらうような、動画になればなというふうに思います。でね、やっぱりね、こう段ボール届いてそのずっしりくるんですけど、他の真空管アンプと比べるとずっしり感はだいぶ低いですね。やっぱり10キロ程度なんで、かなり軽く出来上がっております。じゃじゃーん、あ、反対だ。じゃじゃじゃ、うわ、すごい、来ました、ついにプリンストンリバーブです。プリンストンリバーブが来ました、ついに。あ、すごい軽っ。あ、これアンプカバーいいですね、使いたいと思います。はい、いいじゃないですか。意外に思ってたより小ぶりですね。ブルースジュニアよりは若干横幅があるような感じですね。繋いで弾いてってみましょうか。ちょっと後ろとか見ますこんな感じですね。こんな感じです。説明書とかね、はい、こうパイン材でしたよね。でここで調整できるわけですね。今日はね、サクッと音出してファーストインプレッションを皆様に見てもらいたいので出してみたいと思います。で、いきなりこのアッテネーター的なね、音量調整がフルになってるので、どうしましょうね。 1.5W ぐらいにしときましょうか。 1.5W ぐらいにして様子を見ながら調整していくという感じで弾いていきましょう。はい、ではスイッチ入れていきたいと思います。ジャギーン、つきました。お、点滅してる。点滅してます。ん、どうした。確かこの黄色はミュートがオンの状態だったと思うんですけど、音が出ない、ミュートになってます。これをミュート外すと、おお、伝わります。今、イクライジンが55ですね。もっとトリブル上げていいですね。ベース下げていいですね。いや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 、え？めっちゃいいっすよ。え？その例えばね、ブルースキューブとかの弾き比べしましたけど、でブルースキューブもいわゆる、まあ、デジタル真空管なわけですよ。ですが、やっぱりその目標としてるもの、まあ、ブルースキューブがどこを目標としてるのかはちょっとわかんないですけども、やっぱりでもこのプリンストン、トーマスさんのプリンストンリバーブはもちろんその実機としてのプリンストンリバーブを目標にしてるので、そのすごい、本当に今プリンストンリバーブ、その真空管のやつ僕弾いたことないですけど、いや、めっちゃいいっすよ。
全然、これぐらいのクリーントーンが全然家で鳴らせれるレベル。ちょっと歪ませたりしてみましょうか。ちょっともう一個だけ出力下げて、出力下げると、あ、でも、この辺りはあんまり変わらんかな。今ボリューム4なんですけど、なんか4、5、6あたりで歪むらしいじゃないですか。今ね、5.5 ぐらいですね。ちょっとうるさいかな。で、0.3W にして、一番ちっちゃい状態ですね。これがボリュームフルの状態です。で、あの後ろのアッテネーターは一番ちっちゃい状態。だから結構絶妙かな。こっちをその一番低い状態から一個上げてこれでいくと、それはでかい。これはでかいです。だからフルテンで弾こうと思ったら、何かな。こっち一番低い状態にしないと家は厳しいかもしれないですね。でかい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 。まあでも4、5あたりで弾くのが一番、5ぐらいかな。5ぐらいが一番美味しいんじゃないでしょうか。いや、すごいいいっすね。じゃあリバーブいってみましょう。どれぐらいいけしようかな。5ぐらいいってみましょうか。お、僕その生でこのこういうね、あのちゃんとしたスプリングリバーブをそんなに聞いたことないんで、デジタルっぽさなのか生なのかっていう感じはありますけど、上げすぎっていう話ですね。要するにこれぐらいかな。4とか3ぐらいにしたら全然自然な。変わり方をします。で、トレモロですね。これぐらいでいいかな。めっちゃいいっすわ。普通にこのトレモロとかもなんかね、あのフットスイッチでオンオフできるんで、まあリバーブがね結構3ぐらいでいいっすね。で、まあだからこれ単体で歪ませて弾くってなったら、そのアッテネーター一番あの低いところにしてボリューム10にするのがいいのかな。待って、これやとね結構ね音量がねちっちゃくなりすぎてしまうので、そうですね、難しいとこですね。やっぱ歪ますだったらそのペダルで入れて歪ませたりした方が良いのかもしれないですね。
めっちゃいいです。ちょっとまたね、じっくり引き込んで、詳細なレビュー動画をね、また作っていきたいと思いますので、今日は、すごいね、でも、めちゃめちゃいい音。という、僕のファーストインプレッションを見ていただいて、もらえればなと思います。何かありましたら、コメントを書いてもらったりとか、動画が良かったら、いいね、グッド押してみてください。そしたら、今回は以上で終わりたいと思います。バイバイ。